どうも皆さん、こんにちは。通りすがりふです。今の時刻はですね、朝7時15分ということで、なんか証拠ないといけない、なんか証拠ないとみんな信じてくれない、わかんないけど、じゃあこんな感じで、はい、7時15分です、朝で。まあね、ネタがないので、まあ今週もね、ゴミ拾いに行こうかなと、いうことですわ。まあ、ゴミ拾いをしてね、社会貢献して、まあなんかね、別にこれ、あれですよ、自分の意思でやってるんじゃないですからね。YouTube の企画で仕方なくやってるんですからね。本当はやりたくないけど、本当はね、社会貢献しようなんて気持ち1ミリもないけど、まあ、やってやろうっちゅうことで、早速、行ってきますか。ね、じゃあ、行ってきまーす。通りすがりの。今日はね、中洲の方に、ちゃおっかな、ね、前回チケって行かなかったんだけどね、今日は行こうと思います。こちらは博多座でございますね、まあ、こっち の向こうのまっすぐ行けば、中洲の方に行きますのでね、はい、行きましょう。求人本ポイ捨てするようなやつに求人ねえよ。ひどいねこれ、もう本当にね、ひどいねこれは。いやー、気持ちいいね。達成感あるね。やっぱね、こういう人間がいないとね、世の中成り立たんすわ。ね。いやー、最高だね、ゴミ拾いって。はい、ということで、ゴミ拾い、終わりまーす。はい、ということで、現在の時刻は9時10分でございます。で、だいたいね、8時半ぐらいまでゴミ拾いしてました。で、8時半から9時まで弥生県にいて、それから帰宅って感じなんですけども、今回に一番多かったゴミ、それは、やはり、タバコと酒です。タバコと酒とコーヒー缶ね。多分ね、タバコ吸った人が吸い殻入れるようだと思うんだけど、やっぱりね、タバコと酒やる人はね、頭が悪いね。頭ハッピーセットですね、ほんと。まあ、そんな大人にはね、ならないようにしましょう。いや、別にタバコと酒するのは別にいいんですよ。いいんですけど、ポイ捨てするような大人にはね、ならないようにしましょう。はい。あいつら頭ハッピーセットなんで。はい。てな感じでね。まあやっぱ朝からゴミ拾いするのは気持ちがいい。めっちゃ気持ちがいいね。気持ちがいいけど、第3回はしません。俺そんな、ゴミ拾いするような、暇ないから。暇ないから、もう第3回しません。めんどくさいしね。こんな。俺別に、ね、社会貢献するつもりないから。はい。ってな感じでね。もう今回最終回なんですけど、終わりでーす。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。すると、ヒプノリスクの中に、意識がスーッと吸い込まれていきます。